仰向けの場合に、問題が起きているっていうことをちょっと実験してみたいと思います。仰向けの状態で、緊張してる、緊張が抜けない状態、力がうまく伝わらない状態、これは重力がうまくかかってないっていう状態にあるので、それをちょっと実験してみたいと思います。足をですね、この手を足で下にグッと押してもらっていいですか。これでしっかり頑張ってね、頑張ってもらってもこう力頑張って力が抜けてしまいます。でこれをどう直すかっていうか、一時的にちょっと直してみたいんですけども、首の、さっき首の位置、頭の下の辺触ってもらっていいかな。はい、で、首をそこを触ってもらうと、はい、じゃあもう一回さっきと同じように下に押してもらっていいですか。はい、頑張ってね。そうすると、今これ力入りますよね。グッて力が入ってきます、ね。これが、脳から足に、しっかり、力が伝わるっていうことです。ちょっと実験で、左足もやってみましょうか。まず触らないでね。はい、でこれ下に押してもらっていいですか。でこうすると最後のところで頑張れません。もちろん筋肉が、ね、強いんでもちろん押せるんだけど、最後のところで負けてしまいます。でこれを頭の上を、はい、じゃあこれでもう一回下に押してもらっていい。こうするともう僕がどんなに力頑張ってもこれ以上上に押すことができません。これがつながってるっていうことです。これは、手もいいですかね、一緒です。はい、はい、手を下に押してください。で頑張っても下に押せません。で右手でさっきのところ触って、はい、いいですか。それで曲げないでね。はい、もう一回下に押してもらっていいですか。はい、下に押してもらって、はい、でそうするとさっき力がね入ってくるね。分かるよね。はい、いいです。はい、つまり、今の彼の状態は、仰向けにいた時に、うまく、脳から指令が伝わってない状態、つまり夜寝るときに仰向けで寝ても、緊張が、続いてしまう、リラックスできないような状態になっています。